デブイ夫人が番組収録中に一般女性に平手打ちを食らわせた問題が飛び火して、ブログで夫人から攻撃されている女医の西川文子さんに、異変、が起きたようだ。レギュラーの小放送番組を休んだのに加え、別の出演番組では視聴者から、元気ない、髪がボサボサ、と指摘されている。いろいろありました傷つくことが。平手打ち騒動、は、デブイ夫人が2014年1月24日に公開したブログで、矛先が西川さんに向けられた。一般女性がした失礼な言動は、西川さんの態度がきっかけだと夫人は考えているようで。この亀顔の女の顔を平手打ちした方が良かったかもしれませんね。今思えば。などと攻撃した。2日後の TBS 系、サンデー、ジャポンで西川さんによる反論が期待されたが、騒動は取り上げられずコメントもなかったため、その後の動向に注目が集まっていた。異変は1月28日に起こった。火曜日にレギュラー出演している関西テレビ、ハピクルの生放送を休んだのだ。理由はわかっていない。平手打ち騒動の発覚直後に、お葬式みたいな収録でした。平手打ちは、ぴったり3回でした、と収録時の詳細を語り、デブイ夫人の怒りに火を注ぐ結果になった番組だ。さらに翌日のフジテレビ系、ノンストップの生放送には出演したが、服装の雰囲気が先週までと大きく異なり、博多大吉さんから、違いすぎません、と突っ込まれていた。番組用のきらびやか衣装ではなく、白と黒のモノトーンの私服でズボン姿だ。何かあったんですか、という質問には、いろいろありました傷つくことが、年明けからいろいろありますね、と答えていた。また、番組視聴者からの投稿募集テーマが、理解できない、私の周りの非常識さん、と発表されると、デブイ夫人のことを想像したのか、西川さんを含め司会の設楽治さんらも苦笑していた。ネットでは、西川さんの髪がボサボサ、西川先生元気ない感じだけど、大丈夫かな？今日のノンストップは西川さんの性格空気がおかしいな、といった感想が書き込まれた。テリー等、西川さんはビビっていました。デブイ夫人の攻撃について直接のコメントを出していないが、現在どのような心境なのか。1月28日放送の、スッキリ。日本テレビ系でテリー等さんは、この間西川さんに会った時ビビっていましたね。さすがに相手がデブイさんなんで、ちょっとやばいって。と証言していた。西川さんは騒動を深刻に捉えているようだが、一方で芸能ジャーナリストの井上公造さんは楽観的だ。いくつかこれまでにデブイさんが関係したトラブルはありましたけど、片方が沈黙していると、そのうち仲良くテレビに出ているパターンなんですよ。と同番組で話していた。